本当の思いは未だ謎。ということでね、半妖の社姫第36話、とわりない芭蕉のね、話をちょっと、していきたいんですけど、なかなかに今回もね、難しく感じるところがあったんですが、まあ、そこら辺を頑張って説明していこうと思いますので、なんとなく理解してもらえたらなと思います。まず最初に注目すべきは、七星とゼロのいる庭園に連れて行かれてしまったとわさんから見ていきたいんですけども、この七星というのが、相手の悲しみを吸い取り、小銀河という香木に与えて、そこから出てきた香りを楽しむっていうね、なかなか悪趣味な妖怪なんですけども、これがより深い悲しみの記憶ではあればあるほどいい香りを放つ、楽しめるみたいなので、まあ、今回は、その対象にトワが選ばれ、まあ、悲しい過去、そのトワの悲しい過去を暴かれるという話でございました。でもここでね、一つ疑問なのが、トワにそんな悲しい過去があるのかなっていうところなんですけども、まあまあとりあえず、どんな過去を暴かれたのか実際見ていきますと、最初はこれね、トワ、刹那が共に暮らしていた4歳の頃、森が火事になってしまった時に、刹那の手を離してしまい、トワだけ現代飛ばされてしまったよっていう部分ね。まあ、これはまあ、今回の話出る前からね、あるだろうと思っていたとこではありますよね。今現在でもずっと刹那のことをね、大事にしているトワさんなわけですから、それが離れ離れになるの心配するスタートきっかけとなった、部分の話ですので、ここはね、一つ、悲しい過去としてあると思います。次にこれ、現代に飛ばされたトワさんは、その日暮家の元で本当のね、子供のように、優しく愛を持って育ててくれておりまして、トワ自身もその、ソータ、萌たちが本当に、私のことを思ってくれているんだろうなと感じ取っていまして、本当の家族のようにね、楽しく暮らしておりました。そしてね、暮らしているうちに生まれたメイさんのことも、トワさんはそのもう一人妹としてね、大切にしようと思っていたのかなと思います。けども、そんな家族に見せていた笑顔の裏では、時折少し悲しそうな表情をね、することがあったんですよ。これはですね、まあさっきも言ったように、刹那の手を離して離れ離れになってしまったことをずっとね、後悔していまして、その現代に飛ばされてからも、しばらくは日暮家でね、お世話になりながら刹那を探し続けていたんですが、時代が違いますので、もちろんね、見つかるはずもありませんでしたよと。で、もしかしたらね、ここで、手を離した私だけ、あの時手を離してしまったのに、私だけこんな幸せな、気分でいていいのかという思いだったり、今の、育ててくれてる日暮家の家族にはもちろん感謝をしているんですが、本当の家族、自分の居場所はここではないんじゃないかというのを、まあ、現代の方で力を隠して生きていかなければならないというところも含めて感じていながら過ごしていたのかもしれませんね、というところ。で、次に言われたのが、これは別に記憶とかではなく判明した悲しい事実みたいなとこなんだけど、こんだけトワさんはその刹那のことを思い探し続けていたんですが、実際刹那はというと、最初こそ多分トワのことを思っていたんですが、半妖の里で同じ半妖の仲間と暮らしていくうちに、だんだんトワのことを忘れていき、火事から10年後にね、現代で再会した時にはですね、もう完全に忘れていたどころか、もう戦いにね、なってしまったよと。まあ、これはもちろんね、その人をに操られてしまったっていうのはあるんですが、その操られていたとはいえ、あれだけ思い探し続けていた家族と戦いになったのに、止めることができなかったという自分の不甲斐なさ、自分の思いはこの程度だったのかっていうのと、あとはまあ純粋にその刹那も全く私姉のことを覚えていなかったことが、そのトワの秘めていた悲しい過去の一つなんですけど、そしてさらにここに追い打ちをかけるのが、トワが今まで時折感じ探していた本当の居場所っていうのはもうどこにもなかったんだっていうのを、これは事実かどうかわかりませんが、ゼロに言われてしまいまして、まあ、トワ自身もその通りだと思ってしまったんだよね、ここ。それによりさらに悲しんでしまったっていうのと、こんなね、人の心を覗いただけで家族のことを知っているかのように、さらに悪く語られたことで怒り、憎しみに、落ちてしまいまして、ここまでの話で負の感情が高まったことで、その妖怪の血が抑えきれずに暴走してしまったんではないかと。うん、けど、その普段だったらこんなこと言われても暴走なんてしなかったと思われるんですが、やはりその七星の常世の虫により悲しみを増幅させる力と、ゼロのこう人をね、見透かしたような立ち振る舞い、ここにさらにトワさんが昨の日だったことで、まあいろいろ思うようにされてしまったのかなっていうのもあると思います。そしてですね、激怒して暴走したトワはまず、七星をこれ一刀両断しましたね。あっけなくやられたね、七星ね。そして次にゼロにもね、切りかかろうとするんですが、そこにハンドクリームの匂いをタオルに駆けつけてきたリクがその攻撃を止めます。ここもちょっとね、疑問を感じるところで、なぜ止めたのかっていうのと、ゼロの目的の部分の話に入るんですけど、まあまず止めたのは、直前にゼロの言った、怒りに任せて私を切るがいい、そして自分の犯した罪に苛まれるがいいっていうセリフ、まあ、このことからゼロが死ぬことでエニシと繋がっているリンも死んでしまうから、ある意味そのトワさん自身の手でリンを殺めてしまうという罪を背負わせようとしている
っていうのがまず一つ、ゼロの目的かなとここ思うんですけども、でもそうなってくるとちょっと矛盾してくるのが、止める直前にリクが気づいていた汎用の夜叉姫31話でゼロが言っていたセリフね、私は最後まで生き残る方法を思いついただけさっていうセリフをリクが気づくんだけど、でもさ、この生き残る方法って言っているのにトワに殺されて死んじゃったらさ、生き残れないじゃんっていう話だから、ここのね計画とかセリフが繋がんないと思ったので、ここのそのリクの気づいたゼロの目的っていうのはさらにもう一段階深い意味合いが、ただ単に自分が死んでリンを道連れにすることでトワを苦しめるだけではない目的がねあるんじゃないかなと思われます。まあここまではねとりあえずトワさんの話で、次に注目したいのが刹那さんの方なんですけども、ずっとね大蛇と共に行動していたんですが、そこのね、セッションマン様が現れ、地雷獣に行けと、言われたんで、地雷獣に向かいますと、これがね銀鱗の呪いがすごい進行してしまったリンをね目の当たりにして、驚きます。はい、これ僕も思ったより早い進行速度に驚いたんですけど、リンさんがですね久しぶりに会った刹那に、思いを託すというかいろいろ話をするんだけど、この話もねまたまた、考えさせるところがありまして、何を言っていたのかちょっと、まとめていきますと、あなたのバイオリンの曲を聴いていたし、夢の胡蝶のつながりであなたの夢を見ていたよと、うん、でこの今までのねその頑張ってきたことに対してありがとうと、そしてごめんねと言いまして、で最後にその会えてよかったよっていうね、うん、もうほんと別れの最後の言葉みたいなことを言うんですけども、まあ、刹那さんはねその母を救うために、母リンを救うためにこのゆかりの断ち切りをね使いこなそうとしていたわけですから、そのリンを助けるためにですね、そのリンからゼロにつながるエニシの糸っていうのをもう数多くの糸の中からもう探り当てるんですわな、これ見つけていたんだと思います。そしてその糸を断ち切ろうとするんだけども、それをリンがダメだと止めるんだよね。これがどうやら今エニシを切ったところで銀鱗の呪いは解けない、そして解くためにはゼロの無念を晴らさなければならないんだってさ。だから、リンは刹那にですねゼロの無念を晴らし、ゼロを救い、今泣いているトワも救ってくれと言いまして、まあ、そのためにあるものを託すんですよね。これがね何を託されたのか分かりませんが、これと刹那の言葉で、この託されたものと刹那の言葉でね、まあ、トワの暴走を止めて今後止めていくのかなっていうところなんですけども、ここもさらにねちょっと疑問というか気になるのがですね、少しセリフ巻き戻るんですけども、そのゼロを救ってくれっていう部分ね、これゼロを救う必要はあるのかなとやっぱり思っちゃうんだよね。まあいろいろそのゼロさんの方にも訳があるとはいえさ、リンさんからしましたらね、その現状大事な娘を危険にさらしている敵でしかないし、その自分自身の命も奪おうとしている相手なんですよね。それを救ってくれっていうのはさすがにリンさんちょっとその優しいのレベルじゃねえってばよっていうところね。だからここまで少し理由付けね、もう少し考えてみますと、もしかしたらですね、ただゼロを倒すだけだったり、そのゆかりの断ち切りでリンとゼロのエニシを断ち切るっていうことでさえ、もしかしたらそのさっきリクが気づいていたゼロの計画、手のひらの上にあって、それでは解決できない問題が銀鱗の呪い以外にもあるのではというところね。まあでも結局これがそのどんな計画をね、ゼロが考えてるのかわかりませんので、なんとも言えないんですけど、まあこれらをどうにかできる、唯一その打ち破れる方法っていうのも、もしかしたらそのゼロの無念を晴らすしかないんじゃないかなと。そしてリンさんはそのゼロと繋がっていることで、その方法しかないっていうことを、まあ、理解していたから、うまいことね、まあ、刹那に言ったのかなーっていうのがあるかもしれないし、まあ、全然ないかも。すいません。はい。で、あとですね、その次回汎用の夜叉姫のサブタイトルがゼロの思いっていう風にね、なっているんですけども、まあ、このタイトル通り、ゼロの気持ちがですね、次回明かされると思うんですが、まあ、多分このゼロの思いっていうのも、リンさんは繋がっていることで理解していると。そう考えますと、こんな状況でさえもゼロを救いたいと思ってしまうほどの理由っていうのがゼロにはあるから、まあ、リンさんはこのように言ったのかもしれませんね、っていうのが一つある。はい。どうですかね。はい。まあ、ということでね、まあ、他にもいろいろ気になるところがあったかもしれませんが、今回はとりあえずこんなところで、汎用の夜叉姫第36話、トワにない場所のトワと刹那の関連のところだけ話しさせていただきました。まあ、他にもね、気になるところや、我はこう思うぞというのがあればですね、まあ、いつも通りの話ですが、ぜひぜひコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。